こちらオーストラリアのムーニーバレー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはジェイドバウンド、サイデンス鈴鹿。この馬も好スタートを切りました。予想通り先頭に立ったのはサイデンス鈴鹿、2番手はエイティミステリー、さらにはジェイドバウンド、8番ファンタジーガバメント、その後ろ。それでは先頭から、先頭はサイデンス鈴鹿、短期の逃げに持ち込みたいところ。そして大きく離れてジェイドバウンド、この位置です。この辺りで各馬第2コーナーから向こう上面に入りました。それでは先頭から、先頭はサイデンス鈴鹿、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。そして大きく離れてジェイドバウンド、この位置です。先頭から最後方まで大きく開きました。これは縦長の展開です。後ろからになりました。それでは先頭から、先頭はサイデンス鈴鹿、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。先頭は依然としてサイデンス鈴鹿、2番手はファッションイレブン、ジェイドバウンド、3番手。さあサイデンス鈴鹿逃げ切れるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はサイデンス鈴鹿、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。サイデンス鈴鹿先頭、差が広がる広がる、後続は大きく離れた。2番手はファンタジーガバメント、サイレンス鈴鹿独走、サイレンス鈴鹿ぶっちぎりです。サイレンス鈴鹿1着、2着はサファリセントラル、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。サイレンス鈴鹿、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ前に行くのはどの馬か。サンドプリムラ前に行きそうです。サイデンス鈴鹿それに続いています。さらにはパーソナリティエンジェル、14番グラスタイヤフェア、その後ろ。それでは先頭から、先頭はサイデンス鈴鹿、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。そして大きく離れてサンドプリムラ、この位置です。その外からグラスタイヤフェア、間が空いてザッツザカレント、黒の帽子、パーソナリティエンジェル、その後ろ。その外にオールフリー、少し離れてサンタフェシーズン、続いています。白の帽子、アンバーモード、その後ろ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として8番サイデンス鈴鹿、リードは6馬身ぐらいあります。サイデンス鈴鹿一人旅、大きく離されて2番手はサンドプリムラ、ファイティングポケット、3番手。さあサイデンス鈴鹿逃げ切れるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はサイデンス鈴鹿、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。サイデンス鈴鹿先頭、後続大きくちぎれました。2番手はグラスタイヤフェア、あと 200m、 サイデンス鈴鹿先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れました。2番手はグラスタイヤフェア、サイデンス鈴鹿独走、サイデンス鈴鹿ぶっちぎりです。サイデンス鈴鹿1着、2着はペガシーエイト、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。サイレンス鈴鹿、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。ポンと飛び出したのはリーガルパレード、サーストンロッキー。ちょっとタイミングが合いません。サイレンス鈴鹿前に行きそうです。リーガルパレード、それに続いています。さらにはプリマピルデア、10番インディアングルーム、その後ろサーストンロッキー、後方からの競馬。前に戻りましょう。先頭はサイレンス鈴鹿、短期の逃げに持ち込めるか。大きく離れました。リーガルパレード、黄色の帽子、パラダイスブライト、その後ろシャトーマウンテン、すぐ後ろこれに続くのがプリマピルデア、緑の帽子、トップバード、その後ろすぐ隣にインディアングルーム。これは明らかにハイペース、超ハイペースと言っていいでしょう。先頭は依然としてサイレンス鈴鹿、リードは6馬身ぐらいあります。サイレンス鈴鹿一人旅、2番手はシャトーマウンテン。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。サイレンス鈴鹿先頭、差が広がる広がる。2番手はパラダイスブライト、パラダイスブライト必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m、 サイレンス鈴鹿先頭だ。これは強い、これは強い。2番手はリーガルパレード、サイレンス鈴鹿独走。サイレンス鈴鹿ぶっちぎりです。サイレンス鈴鹿1着、2着はムードウィン。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。サイレンス鈴鹿、まさしく日本が世界に誇れる馬です。東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。今年もこの府中の長い直線で壮絶な叩き合いが見られそうです。さあ、春のマイル王決定戦、 G1 安田記念の発走です。さあ、最後は大外枠のマイネルラブ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。サイレンス鈴鹿好スタートを切りました。ウィンドフィールズ、この馬も好スタートを切りました。エモシオン前に行きそうです。エモシオン競りかけていきました。ムータティール、そのうちに続いています。オレンジの帽子、ダイワカーリア、その後ろこれに続くのがノーブルモントレー、内からはサンプレイス、その外から杉の早風、その隣につくばシンフォニー、進行スプレンダー、それに続きます。緑の帽子、キングオブダイヤ、その後ろすぐ隣にマイネルラブ、少し間が空いてビッグサンデー、白の帽子、ブラボーグリーン、その後ろややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。ここでサイレンス鈴鹿先頭に変わりました。2番手はウィンドフィールズ。さあ、直線に入りました。これからの勝負、サイレンス鈴鹿先頭、後続大きくちぎれました。2番手はムータティール、ムータティール必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m、 サイレンス鈴鹿先頭だ。サイレンス鈴鹿力強い伸び足、後続はまだ後方です。2番手はムータティール、サイレンス鈴鹿独走。サイレンス鈴鹿ぶっちぎりです。サイレンス鈴鹿1着、2着はマイネルラブ。サイレンス鈴鹿見事にアジアマイルチャレンジを完全制覇、アジアマイル王の座につきました。また1頭名馬の誕生です。